おお、アゾムからか。新しい解放ができたのだな。ニューマッスル世代か。ザンギエフ様！おお、ミカではないか。お前の活躍は耳にしているぞ。そんな、ザンギエフ様の伝説に比べたら私なんか。よし、久しぶりの再会だ。リングで鍛え抜いた肉体と技、見せてもらおう。はい、よろしくお願いします。ジョリア、ジョリア、興味があるのか。良い心がけだ。よし、記念に投げてやろう。いや、そういうつもりじゃ。マジで。いや、もう気持ちだけでいいってば。遠慮はいらんぞ。全て筋肉によって生み出されるのだ。私とも一戦お願いします。まさか君もレスラー。にゃはは、いいぞ、思いっきりぶつかり合うといい。マジで？ちょっと。ララから伝言を預かってよ。いつもの場所で出そうだ。良い修行になりそうだな。ああ、この旅を通してミカにも何か伝えられればいいと思っている。我々もかつて先達の背を追い導かれた。うん、次は俺たちが。
やもうプロレスの熱いスピリットなら十分満喫したって。熱き魂はプロレスだけのものではない。お前も持っているはずだぞ。先人たちから受け継いだ魂がファイターの力となり筋肉となるのですぞ。若受け継ぐすか魂を。いやあできたっす。安心するがいい、ミカ。今やお前のマッスルスピリットは俺に負けるくらい熱く鍛えられている。ありがとうございます。リングで立ちすくむことがあれば俺の僧帽筋を見ろ。この背がお前の道しるべだ。サンゲー様。よし行くぞミカ。ヨーガを伝えること。ダルシム様、私にヨーガの技を教えてください。それは何故か。強くなって民を守りたいのです。ダルシム様のように。ヨーガとは調和を導くための手段、強さを得るための力ではないのだぞ。それでも良いだろう。ありがとうございます。では。あ、いたいた。あんたがあの一度は会いたい世界七大ヨーガマスターのダルシム？ネットで噂の。わか。ネット。なんだお前は。今ダルシム様は。おっと。申し訳ないけど、俺も急いでるんだ。なあ、そのヨーガの技ってやつを俺に教えてほしいんだ。時間はかからない。一回だけ戦ってくれたらいいからさ。バカ。お主は何故技を求める。言えない。だけど少しでも強くなっとかないと。頼む。一回見たら大体わかるかもって思ってたんだけどな。やっぱりそう簡単に腕は伸びないか。わか。ヨーガとは一朝一夕で身につくものではない。やっぱり。ま、でもこんな変わった技の使い手と戦えたんだ。いい経験になった。ああそうだ、有名人なら顔広いだろ。こいつ知らない？いや。そっか、ありがとう。じゃあな。よろしかったのですか。あのような者にヨーガの技を見せるなど。あの者も誰かのために力を求めていた。技は得得。
一回見たら大体わかるかもって思ってたんだけどな。やっぱりそう簡単に腕は伸びないか。わか。ヨガとは一朝一夕で身につくものではない。やっぱり。ま、でもこんな変わった技の使い手と戦えたんだ。いい経験になった。ああ、そうだ。有名人なら顔広いだろう。こいつ知らない？いや。そっか。ありがとう。じゃあな。よろしかったのですか？あのようなものに、ヨーガの技を見せるなど。あの者も、誰かのために力を求めていた。技は得得できずとも、戦うことで何かを得られたのであれば、それでよい。これは守護神アグニへの祈りと共に放つヨーガの基礎。妙なことをやってるな。あなたは？浮いてる。これはヨーガ。ヨーガと同じに見えるのか。お主の弟子はまだまだじゃな。まさかこのような場所でお会いするとは。暇つぶしじゃ。面白い気配がいくつかおるんでな。それにしてもなぜこのような弟子を。ダメダメすぎてお主の修行の妨げになるであろう。私はヨーガを人々の助けとして広めたいと考えております。一人で道を極めることではなく、世のもの全てが調和することを目指す。時間はかかるとしても、それが私自身の修行にもなるのではないかと思うのです。ほっほっ。道を極めるではなく広めるか。お主は相変わらずよな。もう行かれるのですか。ちょうど面白いやつの気配が近くにあるんじゃ。今度うまいカレーを馳走してくれ。じゃあの。ダルシム様、今のは。あのお方は仙人。戦術を極めた方だ。ヨガ。ダメだ。焦りは心を曇らせる。落ち着くがよい。あの、ちょっといいっすか？うん。私は、岩志ヶ浜日本女子プロレス所属のレインボーミカです。今の火の吹き方を教えてくださいっす。プロレス？そうっす。今の技でリングを盛り上げてみんなの役に。そなたの熱き思いは分かった。戦いの中で学ぶ。ありがとうございますって。たやすいものではない。今は吹けずとも、いずれそなたの熱き思いが炎となり、皆の力となるだろう。熱き思い。何か掴めそうっす。ご教授ありがとうございました。うん、見事な炎であった。ですが、ダルシム様のような大きさでは。力の大きさが大切なのではない。心を鍛えるのだ。技は知るべにすぐ。誰かを思う心が炎となる。
調和を生む力となる。その手助けであれば私はいつでも応えよう。ダルシム様、今日も人探しは不発。だいたいシャドルーのマークって本物なのかと。あいつもさ、発送元の住所くらい書いとけって感じだよな。なあアザム、俺ってバカなことしてるかな。ただの一般人が友達を探してシャドルーの基地に潜入しようなんてさ。若がバカなことをしたいと思われるなら私は従うのみ。そうじゃなくてさ。でもさ、あのネット中毒がいつもメッセージをよこしてないんだ。そりゃ研究で頭がいっぱいになったら 2,3 日は音信不通になることもあったけど、でももう10日以上だぜ。あげく来たのがこんな小包み一つ。友達としては気になるだろう、やっぱり。若、食事が冷めますぞ。よっと。マジで？あいつか。そのマーク、あんたシャドルだな。シャドルの基地の場所を教えてくれ。あんたには迷惑かけないから。こんな街中でシャドルシャドル言いやがって、十分迷惑だったんだよ。シャドルを抜けたんだ。なら行ってもいいじゃないか。俺は友達を探してるだけなんだ。友達はこの近くの SIN って会社の研究所に勤めてたんだけど、行方が。で、お前のダチのことなんか知るか。若のためにお願いいたす。最後のメールは12日前か。大勢死んだか。そういえばネットで見たな、そんな記事。
こそこ強いんじゃないかな、たぶんね。レス早いな、マヤ。この座標の場所に竜がいる。自分の力量を知らないならそこに行け。力って言ってもシャドルーと直接やり合うつもりじゃないし、基地に行って友達を助けて帰ってこられる程度の力でいいんだけどさ。それを竜というのと戦って測る。ストリートファイトの世界じゃ有名な男らしいぜ。そいつと互角にやれたら。竜ってなんかいかついやつなのかな。よし、最初は軽く挨拶を。俺は逆巻く風のラシード、世界を旅する風のヒーローさ。若、ああ滑ったか。ヒーローがなぜここに。話せば長いんだけど、とりあえず俺と戦ってくれ。自分の力を試したいから。あれ、ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？なんか怒ってんのかな。怒っておられるわけではなさそうですが。おい、気分が乗らないなら。わかった、戦おう。波動拳。負けた。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする、自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。負けましたな、若。負けたな。それでご友人探しはおやめになるのですか。いや、さっきの戦いで少し分かった。あの竜ってやつの拳から伝わってきたんだ、進む意志みたいなものだ。拳から。力があるとかないとかは問題じゃない、俺がそれをやりたいかどうかなんだな。お前もそれ言ってたんだろ、若がバカなことをしたいと思われるならって。若、俺は友達を助けたい。相手がシャドルでも一人でも。悪いな、アダム。俺がやりたいことに付き合ってくれるか。一人ではございませんぞ、若。もちろんお供いたしますと。
今なら始めるよ。うわあ、もうやめろよ姉ちゃん。マスターズ通信からって、あ、まあ無理無理、松田流がこれやっても人来ねえから。こういう風に強いやつに勝ったりして有名になればいけるかもしれねえけどさ。なるほど、あんたドキドキ冴えてるね。じゃあちょっと行ってくる。え？どっかに強そうなのは、お、ねえエクス、あれペコだぜ。あんた強いでしょ、私と勝負しない？今腹ペコでそれどころじゃ。勝負してくれたらごちそうしてあげるって。マジか。うめえ、食わせてもらって助かったぜ。私もお腹空いてたしね。ところであんた他に強い人知らない？ねえ、ああ。とにかくめちゃくちゃですんげえおっかなくて、格闘って聞くだけで目の色が変わるやつなら。おお、いいじゃんいいじゃん。なんて名前の人？はあ、神月かりん。ありがとう。じゃあ行ってくる。おい、飯代は？じゃあ、あなたは？なら松田、松田流の後継者ってやつ。神月かりんってあんた？ええ、めちゃくちゃ強いんだって。私今さ、松田流を広めるために強いやつと勝負したいんだ。一発どう？大変興味深いですよね。いいでしょう。やったね。動きの数々面白い方ですわね。でしょでしょ。まああんたもすぐに見切ってきてたけど、それでさ、あんたの知り合いで強いやつがいたら紹介してほしいんだけど。あの方なら、確かにすっごくワクワクするね。私はララ松田、あんたと戦いに来たの。俺と戦うために。そうそう、まあ細かい理由なんてどうでもいいよ。あんたとの戦い面白そうだしね。わかった、そう来なくちゃ。
入った時に出てたでしょ、ゴゴゴーって感じのちょっと変な金みたいなもの。殺意の波動のことか。おほしゃ、気合入った時に出てたでしょ、ゴゴゴーって感じのちょっと変な金みたいなもの。殺意の波動のことか。おほー、洒落た名前、私あれ好きだな、スリルいっぱいで。好きかじゃあ私は行くね、またね、リュウ。最近いろんな相手と戦ってさ、すっごい気分いいの。世界には面白いやつがじゃんじゃんいるんだね。うん、その通りだ。そして多くの相手とぶつかり合うことで筋肉をバランスよく鍛えることができる。このようにな。